ら横地が強い。俺この7乗ってからね、はい、やっぱ S よりいいかなと思う、うん、ドライバーズカーとして、ね、そうそうそう。なかなかこのクラス本当に販売面は S クラスが圧勝なんですよね、うん、ずっと。でも7はやっぱりドライバーズカーだったっていうのを教えて、うん、あ、はい、すごいステアリング来るね、あ、来るっていうのは、いやもう、はい、あのアシストが、はい、ガンガンに入ってるね。分かりやすいですか。分かりやすい。もう一周。お。なんか車が小さく感じますね。動きが軽快で。そうなんだよな。高速周回路ですけど、これこそ BMW の、まあ、真髄っていう感じがします。一番上のラグジュアリーセダン7シリーズですけど、やっぱりドライバーズカーなんだなっていうのを改めて、リマインドさせてくれますね。そういう意味で前の7よりも新型の方がよりドライバーズカーの、本流をに戻ってきたっていう感じがするので、すごくそこもあの紛れもなくこれは BMW だなって感じがしました。今まで BM というとなんか3シリーズのところに一番得意分野があって、まあ、7だとどうしても S クラスに負けちゃってるなっていう感じは先代のモデルあたりだとしてたんですけども、まあ、今回の新型はそのラグジュアリー性を失わない範囲の中でしっかりとした BM ネスを、実現しているところはあのこの7シリーズは非常に好感が持てる高級車だと思います。やっぱりこのぐらいの車作りをしないと日本のプレミアムはやっぱ戦っていけないだろうなと、そういう意味で、実はベンチマークに資する高級車じゃないかなっていう感じがしましたね。面白いエンジンというわけではないってことですかね。やっぱりこれは鉱石乗る人用の車なんだな、はい、うん、まあ、昔からの伝統ですかね、それは。まあショーファーにもできると、はい、うん、7はショーファーにしたら、うん、金払ってる運転手に楽しい思いさせるのはもったいないみたいな感じの、はい、どうのこうのいう車じゃないね、うん、やっぱ7シリーズよりちょっと大きい車乗ってる気がしますね。そうだね、おお、フロントスキルグリップ低いですかね、7に比べたら、うん、結構燃費も意識してる車なんで、ちょっとねタイヤがねちょっと非力っぽいな、はい、サイズも乾いた感じがするんだよタイヤが、うん、ほらこの辺からちょっとスキル出ちゃう、はいはい、やっぱ低コロやってんだなこれも。そうですね、で、まあ、BMW は20インチでしたけどこれは18インチなんで、まあ、サイズ的にも相当小さいです、うん、でもサイドサポートがウニウニ動くのは意外と有効ですね。動いてる？動いてます。こっちまあ、そのレンチェンジでなんかこう人馬一体っていう感じの車ではないんですけど、やっぱり乗り心地とあとスタビリティ、
バンク下でフロントタイヤがスキーローが鳴るぐらいフロントタイヤを160キロぐらいでキーッとこう切り込んでっても全然リアが破綻しないぐらいのスタビリティは持ってます。そういうところで快適性と安全性がこのメルセデス・ベンツ S クラスの一番のコアバリューであって、まあ、7シリーズはそこではなく、まあ、ドライバーズカーとしての走る喜びみたいなところに BM の、まあ、あの真髄を感じることができると思うんですね。だからそういう意味で今回この2台はあの似て非なる感じのところにそれぞれ独自の価値観を作ってるのかなって気がしますね。